nos vamos a ir a celebrar la Nochevieja a un sitio muy típico aquí en España. そう言って案内されたのはマドリッドの住宅街にあるカフェティン・ラ・キメラという店。雰囲気あるね。一体どこがスペインらしいのか、店に入ってみると、そう、カフェティン・ラ・キメラは大晦日夜通しフラメンコを楽しめる店だったのだ。ステージで熱唱する男性が店のオーナーで、パウラさんの知り合いだという。日本でも人気のフラメンコはスペイン・アンダルシア地方が発祥の民族舞踊。ショーの合間、オーナーのアントリンさんが近づいてきた。このお店の特徴を教えてください。El corazón。心。El corazón y el alma y la entrega. フラメンコに情熱を注ぐオーナーは本場アンダルシア地方グラナダの出身。15年前マドリッドへ来た際、本格的なフラメンコの店がスペインの都にないことを嘆き、とうとう自分で店を作ってしまった。A mí me encanta. No lo he bailado prácticamente nunca. とそんな話をしていると、なんとパウラさんがステージに呼び出された。この店では誰であろうと、ひとたびステージに上がればフラメンコを踊るのが掟。しかしパウラさん、スカートが短すぎる。激しく踊ると幸運の赤パンツが見切れてしまうかもしれない。さすがの手足の長さ、かなり様になっている。セクシーすぎる美女のフラメンコに柳川支局長の顔は緩みっぱなし。結局パウラさんは即興でステージを見事に踊り切ってしまった。